こんにちは、プラレーション103系です。ということでね、はい、この文字何かわかりますよね。アマゾンです。今回アマゾンでね、今届きましたので動画を撮っていこうと思います。ちなみに本日は6月18日19時6分。皆様お分かりでしょうか。ではね、早速開けていきます。それにしてもこの箱無駄にでかいです。ということで開きましたので、うわすごいな、これはすごい。ではちょっと中身見せましょうかね。すごいです。はい、中身です。こんな感じです。はい、すごいです。ではね、開けていきます。取れません。はい、届きました。ちょっとこれが貼ってあるの、ちょっと剥がそうかな。見てください、このラベルは綺麗に剥がせますって書いてあります。本当に綺麗に剥がせるのでしょうか。多分剥がせるはずです。これで剥がせなかったらね、もうどういうことだって。ではね、ちょっとパッケージの、ね、写真をねご覧ください。はい、ということでね、剥がせましたので見ていきます。ちなみにね、今回入手したのはこの名前です。僕も大好き楽しい列車シリーズ、ありがとう東海道新幹線700系をゲットいたしました。ちなみにね、今回発売の車両でございます。コロナのねせいでね、あのラストランがねなくなりましたが、まあ一応走ったということでね、こんな感じで説明が書いております。説明はねちょっとピントが合わないので今回も読みませんということでね、パッケージこっち側からね見ていこうと思います。乗せ替え OK です。乗せ替え OK の僕も大好きプラレール列車シリーズ、ありがとう東海道新幹線700系です。写真はこんな感じです。今見せておりました。対象年齢は3歳以上です。上はこんな感じです。こっち側ね写真です。新幹線のね、こっち側プラレールの方の写真が載っております。裏向きです。裏もね電池の入れ替えのなどが、はい、書いております。こっち側はありがとう700系東海道新幹線の写真が書いております。ということでね、開けていきます。いやー、それにしてもね、ラストランがなくなったのもねとても悲しいところでございます。すいませんね、あのちょっと今開けるの大変です。開けにくいな。あ、開けました。裏も、方もね、開けないといけないんで。こっち側もね、はい。ちなみにこれは Amazon で買いましたが、ビッグカメラで買おうかなとも迷っておりましたが、結局 Amazon に決めました。Amazon はね、安かったです。はい、では、開けていきます。では、いざ、会場です。会場？おかしいかな。わからないです。ま
新品をゲットするのがね、かなり嬉しいっていうか、まあ久しぶりですよね。このチャンネルね、あのメルカリとかね、リサイクルショップとかで買うのが、ね、多いからね、あの新品のプラレールはね、あまり買わない感じですよね。はい、では開きましたので電車で車両出していきたいと思います。ついに出てきました。はい、でね、まず、はい、ゴムタイヤの交換などのことが書いております。車両は一旦置いときまして、プラ列車カードです。これはね、皆さん自分のものを買ってみて、このプラ列車カード読んでみてください。ピントが合いませんので、自分の手に入れて読んでみてください。ということで、本編の車両に行きます。ちなみにね、車両はこんな感じです。プラ列車カードです。アンケートとかも入っておりますが、開けていきます。いやーすごいですね。700件のラストランね、本当は見に行くはずだったんですけどね、動画にもしたかったんですよ。ですけどね、あのまさかのね、コロナで中止っていうことになったんで、本当にね悲しいです。本当ならば見たかったんですけどね。はい、開けていきます。いつも通り大量の発泡スチロールが入っております。これは定番の発泡スチロールです。はい、出てきました。わあすごい、これはすごいぞ。すごいです。はい、こんな感じです。ありがとう700系の塗装になっております。これはね、多分ね、シールじゃなくてね、塗装だと思うんですよ。さっきちょっと電池を、電池を今取ってきました。はい。電池です。ではね、どこから見ます？後部車から行きましょう。後部車から行っていきます。見ていきます。まず後部車です。後部車の一番先頭の顔です。ありがとう700系、ありがとう東海道新幹線と書いております。側面こんな感じです。製品はね、多分あのいつも売ってるね700系と一緒なんだと思うんですけど、ここにね印刷がされています。これシールじゃないのがとても素晴らしいです。はい、ということで後部車です。次に中間車入ります。中間車です。どうせならね、方向膜もね再現してほしいところなんですけど、まあね、一旦、まあ、そんな感じで、はい、裏はこんな感じですね。はい、次にね、はい、先頭です。先頭です。これはね、ライトは多分光らないタイプですかね。ライトは光りません。ちなみに、メイドインベトナムです、これは。あ、すいません。横見るの忘れていました。700系、ありがとう700系です。新メーカーボックスになっておりますと。あの、ドライバーがね、ないんですけど、まあ、ちょっと待ってくださいね。ちなみに全部ね車両つなげるとこんな感じになりました。はい、こんな感じです。こんな感じ、とても素晴らしいです。ドライバーがね今持ってきたので、はい、やっていきたいと思います。後ろがね、足音うるさいですね。ちょっと聞こえますかね、わからないですかね。まあ、どっちでもいいですけど。はい、シャーシーです。開けてみました。こんな感じです。はい、電池入れました。ちなみに、ライト付きではやっぱりありませんでした。はい、ガチ。はい。問題なく動きます。
ちなみにね、これは一応ここね、中から見るとここクリアになってるんで、あのね、多分ライト付きの700系、いつも製品販売としてされているありがとう700系じゃない、普通の700系をね、あの買ってシャーシを、あの光る普通の700系の方をありがとう700系に入れ替えることによって、ありがとう700系はね、あのライトが光ると思われます。はい、こんな感じです。最後にね、こんな感じでね、撮って終わりたいと思います。サムネになるのかな、これね、勝手にねサムネ決められるんでね、はい、こんな感じです。どうだったでしょうか。ちなみにね、走行動画はどうするんだって話ですが、走行動画はね、東海道新幹線のね、あの40周年記念スペシャルセットみたいなのをね、前メルカリで購入したものがあるので、まあそれと一緒に、まあ動画一緒に投稿しようと思います。ちなみにその東海道新幹線の動画はちなみにまだ出しておりませんと。で、袋がまあこんな感じでうるさいです。ちょっとね、物とかね立ってて本当にすいませんね、ちょっとうるさかったかな、ちょっとすいません。はい、こんな感じです。すいません、ブレました。こんな感じです。どうだったでしょうか。まだね、走行動画もね、あのこの後また撮って投稿しようと思います。一旦ね、このまま動画は投稿しようと思いますので、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価のボタンもよろしくお願いいたします。またね、この動画がね、良ければ高評価もお願いします。チャンネル登録もね、どっちも2回言いましたが、まあどっちもね、それだけ欲しいということでね、チャンネル登録者数ということで、まあ次の走行動画でお会いしましょう。バイバイ。取られるの列車カードがちっちゃい。